Thank you.
ただいまから令和6年度京都大学学部入学式を行います。一同ご起立願います。礼。一同ご着席願います。総長の言葉。本日京都大学に入学された2908名の皆さん、入学誠におめでとうございます。ご来賓の山際十一前総長、青山恵様、ご列席の理事、関係部局長をはじめとする京都大学の教職員とともに、皆さんの入学を心よりお祝い申し上げます。これまでの皆さんのご努力に敬意を表しますとともに、皆さんを支えてこられましたご家族や関係者の方々にお祝いを申し上げます。皆さんは今、京都大学の学生として新しい人生の出発点に立っています。これまで皆さんは受験生活の中で一生懸命勉強されてきました。それは皆さんの人生の中の重要なプロセスの一つであったと思います。しかしこれから皆さんが大学で始める新たな学びの中身と方法は、これまでとはかなり違ったものになるでしょう。では大学とは一体どういうところでしょうか。私は大学とは皆さんが自分自身の中にまだ潜んでいて姿を現していない新しい自分とその可能性を発見する場所であると思っています。新しい自分を発見する最も大きな契機は出会いであり、大学は皆さんに極めて多様な出会いの機会を与えてくれるでしょう。それは人かもしれませんし、書物や特定のイベントかもしれませんが、新たな出会いによって皆さんは、それまで自分では気づかなかった自分の関心や興味、能力や適性を発見し、将来の進む道に大きな影響をもたらすことになるでしょう。したがって皆さんが古い習慣や先入観から解放された自由な感性によって、ひるまずに新しい環境や状況に向かって進むことが重要であると思います。かつて大学生時代に私は英語の勉強のつもりで、当時の自分には非常に難解であった免疫学の現象に取り組みました。非常に苦労はしましたが、やがてこの複雑で巧妙な生物学の仕組みに魅せられ、卒業後に免疫学研究の道へ進むことになりました。この一冊の書物との偶然の出会いが、私の人生の方向を決めたといいと言ってもいいと思っております。偶然の出会いによって素敵な幸運をつかみ取ることをセレンディビティと呼びます。どのような出会いがセレンディビティをもたらすのかは一人一人違いますが、重要なことはできるだけ多くの出会いを経験し、知性と感性を鍛えながら自分のセレンディピティを待望することにあります。幸運とは構えのある心にしか訪れないものであると思います。今日は私の式辞の後、皆さんの先輩である青山恵さん、そこにいらっしゃいますが、から皆さんにメッセージをいただきます。
青山さんは今から13年前の2011年の3月に本学の経済学部を卒業され、放送局に就職されて社会人としてのスタートをされました。学生時代には米国の大学への1年間の留学をはじめ、世界各地でのボランティア活動やホームステイなど活発な海外での活動を経験される中で、いつかは国際機関で働いてみたい、国際交易のために働きたいという憧れが強くなっていったそうであります。卒業後すぐに就職された放送局では、アナウンサーやニュースキャスターとしてテレビを中心にマスコミの世界で大いに活躍されましたが、学生時代の思いを捨てがたく、2017年にアメリカの外交大学院に入学され、国際関係学の修士学位を取得された後、ジュネーブに本部のある国連難民高等弁務官事務所 UNHCR に障害担当官として入職されました。先の東京パラリンピックでは難民選手団とともに選手村に滞在し、彼らの支援に当たられましたが、ロシアのウクライナ侵略戦争後は、侵略勃発後は直ちにウクライナに入り、現地での人道支援の任務に当たられました。現在はパリのユネスコ本部に派遣され、ウクライナに隣接する周辺国での人道支援のための活動を進められております。不安定な国際情勢の中で、国際機関の第一線で人道支援のために忙しく世界を飛び回っておられる青山さんですが、今日新入生の皆さんのために一時帰国され、直接お話をいただけることになりました。私も非常に楽しみにしております。現在の青山さんの文字通り世界を舞台にした活躍も、学生時代の海外での経験や現地でのさまざまな出会いに触発されてのことであり、まさに彼女がつかみ取った幸運もセレンディピティなのだろうと思います。他方で、青山さんが支援活動にあたって来られたウクライナでは、いまだに激しい戦乱が収まらず、多くの若者が大学で通常の学生生活を送ることができない困難な状況が続いています。このような状況の中で、少しでも彼らに安心して勉学できる機会を提供したいという思いから、京都大学ではウクライナ危機支援基金を立ち上げ、ウクライナのキーウから延べ20名以上の留学生を受け入れてきております。彼らは主に大学1年生から2年生の学生たちですが、学内外の多くの方々の手厚い支援を受け、祖国を遠く離れた日本の生活にも慣れて、毎日勉学やクラブ活動に一生懸命励んでいます。もし皆さんがキャンパスや講義室で彼らに出会う機会があったら、ぜひ話しかけて友好を深めていただきたいと思います。それは彼らにとっても皆さんにとっても素晴らしい出会いになると思います。さて、この自己発見と並んでもう一つ大事なことは、自己表現、つまり自分をどう表現するか、どう発言するかということであります。自分の感情や思考を表現するための最も有力な手段の一つは、文章を書くということです。自分で書くことは、とりも直さず自分で考えるということだからであります。考えずに書くことも、書かずに考えることも、非常に実際には難しいことです。時間をかけて最も適切な語句やふさわしい表現を選びながら、しっかりとした文章を練り上げるというプロセス自体に、思考にとっての重要な意味があります。それは自分の思考や感情を検証しながら研ぎ澄ませていくということであります。それには、さまざまな先入観や偏見などの外的なバイアスをできるだけ排除した正確な知識と情報に基づいた内省が必要になります。
これは批判的思考、クリティカル・シンキングと呼ばれます。ここで言う批判的とは、他者を非難したり攻撃したりするという否定的な意味ではありません。それは自らの判断や意思決定において必要な十分情報が十分に揃っているか、思考や判断の前提は正しいか、そのプロセスは論理的であるか、好き嫌いなどの恣意的感情や偏見などのバイアスが入っていないかなどを自ら慎重に検証するということであります。そのため、クリティカル・センキングを批判的思考ではなく、吟味的思考と訳すことも最近は提唱されています。最近では与えられた課題に対してコンピューターが膨大なデータベースをもとに短時間に要領よくまとめた文章を書いてくれる、いわゆる生成型人工知能が普及してきています。これは皆さんのこれからの勉学や生活に大いに役に立つ手段になるとは思いますが、それでも皆さんが自分で考え表現するための手段として文章を書くということを代替するものではないということは強調しておきたいと思います。生成 AI によって自動作成された文章にはどれほど形式的に整っていたとしても、皆さん自身の批判的精神に基づく思考や検証のプロセスは存在しません。最近ではインターネットを介して極めて多様で膨大な量の情報をほとんど瞬時に手に入れることができます。しかし重要なことは、それらをそのまま鵜呑みにするのではなく、自らの思考のふるいにかけて検証するということです。ドイツのハンス・ゲオルグ・ガダマーという哲学者は、自分の十分な批判的思考の上で一定の結論に達した上でもなお、しかし相手が正しい、自分が間違っている可能性はあるとする精神の寛容さが必要であると言っています。自己発言は自己主張と同義ではありません。私は現代のような情報過剰の時代にこそ、このような冷静な反省的思考と精神の柔軟な寛容性を持って自らを表現することが重要になってきていると思います。しっかりとした文章を書くことのもう一つの重要な目的は、自分の感情を最も豊かに効果的に表現するということにあります。文章のスタイルはしばしば人格を反映すると言われます。特に皆さんはこれからさまざまな領域で学術や研究の世界に足を踏み入れていくことになります。文章の達人と言われた免疫学者で新作脳の作家でもあった故多田富雄先生は、遺伝学者の柳沢恵子先生との往復書簡の中で、科学者は自分が感動を持って発見したことを同じ感動で人に伝えることを心がけなければならない、そうでなくてどうしていい仕事だと認められるでしょうと書いておられます。私も全くその通りだと思います。これから皆さんはさまざまな学術論文を読まれることになると思いますけれど、素晴らしい学術論文には独創的な知見や明晰なロジックに加えて、発見の興奮や達成の感動や感激が表されていることを、いずれ皆さんは読み取られることになると思います。しっかりとした文章を書くということは非常にエネルギーを使う仕事ですが、皆さんの精神力と思考力を鍛えてくれるとともに、効果的な感情の表現力も高めてくれるでしょう。これからの京都大学における学生生活の中で、皆さんが多くの新しい出会いを経験され、素晴らしい自分を発見されていくことを心から記念して、私からの挨拶に変えたいと思います。本日は誠におめでとうございます。令和6年4月5日、京都大学総長
湊長博。来賓祝辞。本学経済学部を2011年3月に卒業された青山めぐみ様より、新入生の皆さんに祝辞をいただきます。青山様は本学卒業後、テレビ朝日のアナウンサーを経てアメリカの大学院に進学、修士号を取得後、2020年に国連難民高等弁務官事務所に障害担当官としてご入職されました。その後、2022年からウクライナ緊急支援チームに参加された後、2023年9月からはユネスコ本部に派遣され、現在はメディアを通じた難民支援に取り組んでおられます。それでは青山様、お願いいたします。すみません、ちょっと緊張しているのでお水を一口飲みます。すみません、ありがとうございます。まずは京都大学の新入生の皆さん、桜が満開に向かう中、この度はご入学本当におめでとうございます。そしてここまで支えてこられたご家族、ご親族の皆さん、本当におめでとうございます。私も今から17年前に皆さんと同じようにワクワクしながらその席に座っていたことを懐かしく思い出しています。鴨川でのバーベキュー、打ち込むサークル活動、学食での談義にゼミ仲間との合宿、きっと楽しく鮮やかな日々が皆さんを待っています。そして昨日も久々にキャンパスを歩いていたんですけれども、割と尖った変わり者が集まっていると言われている京都大学の自由な校風が私は大好きでした。今回皆さんに祝辞を送らせていただけるという素敵な機会をいただき、フランスのパリからやってきました。どんなことを伝えたらいいか本当に迷ったんですが、京都大学は地球を一つの社会として捉える地球社会への貢献をビジョンの一つとして掲げています。ですので今日はほんの少しだけ皆さんの先輩にあたる私のこれまでの経験を通して、2つのテーマ、異なる他者への理解と挑戦についてお話しし、少しでも世界を身近に感じていただければと思っています。私は2011年に京都大学の経済学部を卒業し、アナウンサーになりました。そのきっかけを作ってくれたのは京都大学での経験です。授業の一環でアジアでの課題を学ぶスタディーツアーに参加したときに、中東のテレビ局アルジャジーラの事務所を訪問しました。そこの壁に大きく、声なき声に光をというスローガンが掲げてありました。わあ、なんてかっこいいんだろうと胸をつかまれたのを覚えています。私自身、幼少期をアメリカで過ごしましたが、白人社会の中でクラスではただ一人の日本人、アジア人という環境がよくありました。見た目も文化も違う人種の壁を前に葛藤した経験があります。なかなか周りに受け入れてもらえず、トイレでよく一人でお弁当を広げていました。
だからこそ社会の中で光が当たりにくい、埋もれてしまう、そんな人々の声や姿を届け伝えることができる仕事に心が動かされました。もっと世界で光の当たらない声を伝えたい、日本のテレビ局から海外へと活動を移し、迫害を受けて国を追われた人たちや人道の危機に対応する国連の難民機関 UNHCR に入職したのはそんな思いからです。そして2022年ロシアの侵攻後直後にウクライナに入り、去年の夏まで緊急対応チームの一員として活動しました。私の役目はここでも伝えることです。報道官として現場の声を国際的な支援につなげる。現地の状況は刻々と変わっていっていましたが、どんな様子で今どんな支援が必要なのか、戦争を生き抜く人々の声や思いとともにおよそ1年半にわたり伝え続けました。今日はそんな私のウクライナでの日々をほんの一部分ではありますがご覧いただきたいと思います。冒頭に爆撃と空襲警報の音が鳴りますので、どうか無理なさらず気をつけてご覧ください。ずっと今日はですね、朝はずっと空襲警報が続いていたので、なかなか外に出ることができなくて防空壕にずっといたんですけれども、午後になって警報が解除されたので、こうやって街の中にはみんな外に出て買い物したり何か食べたり、普段通りとは言えないですけれども、また外に出てみんな生活を続けています。ところどころですね、例えば政府 の建物だったり、まあ、ターゲットになるかもしれない建物にはこうやって土のうが積んであります。でも景色がとても綺麗です。駐車場をシェルターとして私たちは使っているんですが、空襲警報がずっとこうやってここに降りてきて、ここから仕事を続けます。今ここのキーウにある施設で避難民の方へ緊急支援物資の配布を行っています。例えばですね、暖かい毛布ですとか冬物の衣類、マットレス、冬を暖かく過ごせるような物資ですとか、あとウクライナ国内では停電が続いているのでソーラーランプなどの配布を行っています。キーウ近郊です。建物が破壊されたまま残っています。ミサイル攻撃があった夜、キーウの街です。1万4000
654回。これは2022年の1年間ウクライナで鳴ったと言われている空襲警報の回数です。この音を聞くたびに生活を私たちは中断し、防空壕に駆け込み、時間を選んでくれませんから、時には本当に眠い真夜中に、時には凍える寒さの中で、どうか悪いことが起こらないようにと、そう願いながら警報が解除されるのを待った時間です。そんな生活の中でも諦めることなく今を生きようとする人々の姿が私は一番印象に残っています。例えば防空壕の中でも、多分皆さんと同じくらいの年齢でしょうか、高校生が懐中電灯を照らしながら宿題を続けていました。警報の合間を縫って公園で目いっぱいはしゃぐ子どもたち、ボロボロになったお庭を次の春に向けて耕すおばあちゃん、ビデオの写真にも出てきましたが、お孫さんを戦闘で亡くされ大切な家も半壊しました。今何か必要なものはありますかと私が尋ねると、平和とぽつりと本当に静かに答えられたのを覚えています。今日お話ししたい一つ目のテーマが、この平和につながる異なる他者への理解です。私が今働く国連機関ユネスコは、教育や文化を通した平和への活動を行っていますが、その検証の中にこんな一文があります。戦争は人の心の中で生まれるものであるから、その心の中に平和の砦を築かなければならない。どうでしょう、とても崇高で、少し綺麗事にも聞こえてしまうような、とてつもなく難しいミッションです。皆さんにはもしかしたら遠くに感じるかもしれません。でも知っていましたか、戦後の日本が初めて加盟した国連機関はこのミッションを持つユネスコであり、日本が国際社会へと復帰していく歩みにはこの理想と思いがありました。この平和の砦について私はよく考えます。その一歩は何も大げさなことではなく、異なる他者を受け入れる勇気を私たち一人一人が持つことではないかと思っています。人々が争う多くの要因はアイデンティティの衝突とも言われています。例えば今隣に座っている人が自分とは異なる見かけで、違う当たり前や信じる思想、かけ離れた価値観を持っていたなら、そんな時に恐れたり排除しようとするのではなく、まず理解することを選び、共存することを目指し、逆に自分だけではたどり着けないような新たな気づきや想像に変えていく、そんな取り組みの積み重ねが平和の砦を築いていくのではないかと私は考えています。そして世界で故郷を追われる人が史上最多となり、ウクライナのみならずスーダン、ガザと戦火が止まない今、より一層必要な取り組みです。何も遠い国々の問題ではありません。いさかいだけではなく、環境問題、災害、コロナのようなグローバルなパンデミック、私たちの世界はつながっています。これから皆さんの前に立ちはだかるこの地球規模の課題は、皆さんが世界の若者と力を合わせ、異なる価値観や視点を出し合ってこそ解決策を見出していけるものだと思っています。ですので、どうかこの大学生活を通して、自分とは異なるものと向き合う時間や機会をできるだけ多く作ってみてください。自分がマイノリティになるような場所にもぜひ行ってみてください。私自身、京都大学では交換留学制度を生かしてアメリカへ留学したり、逆に京大に来る留学生と積極的に交流したり、モンゴルでのボランティア活動に参加したりしました。学内にとどまることのない多様な他者との出会いや学びは確実に今につながっています。大学のキャンパスは京都だけではなく世界です。そして2つ目のテーマ、挑戦について伝えたいことがあります。世界人権宣言の起草を推進したことでも知られるアメリカのエレノア・ルーズベルトさんがこんなことを言っています。 You must do the thing you think you cannot do。自分にできないと思っていることをやってみなさい。私はこの言葉に何度も何度も背中を押されてきました。
社会にはこうあるべきという枠や型があふれています。例えば女性だから男性だからこうしないといけない、若者や大学生だったらこう、日本人だったらこう、そんな枠や周りからの認識、求められる姿に知らず知らずに自分をはめてしまうと、その枠の外へ出ることが怖くなったり、とても難しいように感じてしまいます。自分なんかにはできないんじゃないかと。国連に転職するときに、女性アナウンサーという仕事をしていた君に人道の世界なんてハードなことはできないだろうと言われたこともありました。でも自分にできないと思っていることへの挑戦こそが自身の可能性を広げ、見たことのない景色をもたらしてくれるということを今なら実感できます。私の周りには3人の子供を持ちながら戦地を渡り歩く先輩もいるし、難民としてパラリンピックの舞台に立った友人もいます。そんな周りの挑戦に勇気づけられながら、私だって人道支援の最前線に行くことができました。思えば社会を変えていくような新たなイノベーションは、かつて不可能だと思われたことに挑戦した誰かの手によって生まれたものです。自分自身に対するイノベーションも同じです。皆さんもどうかこの大学生活の中で、そしてこの先、自分にできないと思っていることにこそ勇気を持ってどんどん挑戦していってほしいと思っています。最後になりますが、今日私が触れたこの国境や人種を超え地球社会に貢献していく担い手のことをグローバルシティズン、地球の市民と呼ぶことがあります。少しかっこつけたことを言いますが、私は京都大学での学び、そして日本人としての価値観を生かしながら、地球の市民として今170カ国から来る同僚たちと働けていることに誇りを感じています。皆さんにとっても京都大学で過ごす時間が異なる価値観とたくさん出会い、地球社会への貢献を考えるスタートとなりますように。そして今までの自分を超えていく素敵な挑戦であふれますように、心から応援しています。そしていつか世界のどこかでお会いしましょう。この度は本当におめでとうございます。一同ご起立願います。礼。これをもちまして令和6年度京都大学学部入学式を終わります。一同ご着席願います。ご来賓、総長、理事、学部長はご退場願います。